法政大学の経済学部教授をしてます、ウグロと申します。本日はよろしくお願いします。で、今回起こってる問題ですけども、相当深刻な事態になっているというふうに認識しています。で、かつてですね、直近で我々が経験した大きな問題としては、90年代後半の金融危機、それから、リーマンショックですね、それから東日本大震災がありますけども、前者の2つは、基本的にはまず金融セクターが痛めつけられて、そこから隠しぶりとかですね、いろんな形でいろんな実体経済に影響を与えていくという流れだったわけです。で、しかも3.11の地震もそうですけども、まずそのショックが走った後に、金融機の場合は少しじわりじわり波及している部分がありますけども、大体ある程度そのショックは確定して、で、あとはそれをどう修復していくかっていう自己的な問題だったわけですが、現在起こっている問題っていうのは、完全なその、真の不確実性の領域に我々突入しているんだというふうに思います。で、一つは経済学の領域ではないですけども、例えばそのワクチンが本当に開発できるのかどうか、あるいはその医療のキャパシティをいつ突破してしまうのかという問題であったりとか、あるいは今最近また出てきてますけども、その免疫がですね、本当に長く機能するのかどうかという問題もあるわけです。で、その中で、感染者数が急増する中で、今、外出制限と含めて自粛がされているわけですけども、下手をすると、5月6日を超えてもですね、この問題が長引いていくという可能性も十分あると思っています。で、その中で一番深刻なやっぱり経済的な問題が裏側にあるんですけども、日本のですね、全産業の1年間の、売上は、大体大雑把に言うと、1600兆円ぐらいあるわけです。で、1日にしますと、大体平均で4.5兆円ぐらいありますけども、経済産業省が出している経済センサスっていうデータがありますが、ここで見ると、今一番真っ先にダメージを受けているのは、例えば観光産業であるとか、あるいは百貨店、デパートですね。あるいは、それ以外の飲食関係ですけども、すごく大雑把に講義にとると、全産業の中で大体35%ぐらいを占めていることになると。で、そうしますと、1日4.5兆円の売り上げがある中で、その産業だけで1日平均すると1.6兆円あるわけです。で、最近東京商工リサーチが3月分でですね、前年の売上を100とした場合、どれぐらいその売上が変わってるかというアンケートをしてましたけども、中央値がだいたい85まで下がっていると。で、そうすると要するに15%売上が、もう減少しているという状況です。で、このアンケートに答えている企業というのはまだ余力がある方だと思いますし、私が個別にヒアリングした感じでは、平気で売上が9割以上減少しているような企業もあるので、で、かなり深刻な事態になっていると思うんですね。で、もし仮にその15%売上が下がっているとすると、どうなるかというと、1日が1.6兆円の15%なので、これ実は1ヶ月続くとですね、7.2兆円ぐらい、売上が減少する可能性があって、で、これが3ヶ月続けば、優に20兆円を超えるような売上が蒸発すると。で、これ裏側に雇用が存在するわけで、で、その自粛は重要なんですけども、じゃあ我々の生活をどうしていくのかというときに、やはり今政府が打ち出しているその現金給付みたいなものをどうしていくのかということを考えていかなければいけないと思うんですが、その点については、今、リエティの方のホームページにですね、コラムを書かせていただいてまして、その辺について私の考え方がありますので、読んでいただければいいのかなというふうに思っております。ありがとうございます。
今まさに小田先生がおっしゃっていただいた通り、大変大きな、蒸発が起こっている、売上げの蒸発が起こっているということなんですが、こういったところをそのカバーするために、政府がまさに緊急経済対策というものを打ち出して、でその108兆円の、その、何らかの、押し上げをしようということでやっているわけですが、これがその今おっしゃったような、部分、蒸発している部分に対しては、なかなか効いてこないのではないかということになりますでしょうか。そうですね。これはもう根っこがですね、経済の問題ではないので、まず真っ先にウイルスとの戦いをどうするかっていうところがまず根っこになると思ってます。で、実は今、そこの戦略について、まだ十分、経済的な影響と、それからこのウイルス対策との融合っていうのが、まだ十分果たされてないのかなというふうに思ってまして。で、何か経済的なショックが起こったときに、これは国債の課税平準化理論になりますけども、最終的にはもう家計でも企業でも負えないようなコストについて、長期的な視点で、ある意味で政府が保険会社みたいになるようなことですけども、そのコストを分散できるというのは政府しかないので、そこはある程度頑張って財政的に支えてですね、コストを分散すべきだと思います。ですけども、問題はその出口をどういうふうにしていくのかっていうところなんですけども、ちょっと見ていただきたいのが、こちらの論文なんですね。この論文なんですけども、今我々が直面しているのは、トロッコ問題だと思うんです。トロッコ問題って有名なやつですけども、レールがあって、途中で道が2つに分かれてるレールが。で、右に行くと、人がいるわけですよ。例えば1人か2人。で、左に行くと、またやっぱり、人がいるわけです。3人か4人ですね。で、途中でレバーを切って右に行くのか左に行くのかって決めるんですけども、その時に、右に行ったら、例えば2人死んじゃうと。で、左に行ったら、3人亡くなってしまうとかっていう状況があるわけです。で、これ今我々が直面しているのは、経済を守るのか、もしくはその命を守るのかっていう、いわゆるその二者択一のトロッコ問題に似たような問題になると。で、もし経済を守るために、自粛を緩めると、今度また感染者数が増えていって、で、病院が今もう、用意したベッドがオーバーになりそうですから、これは医療崩壊になってですね、人が死んでいく、もしくはその、人工呼吸器が足りなくなり始めているので、亡くなる人が増えていくと。他方で、今度は命を守るっていうことをすると、経済がずっと疲弊していくわけで、最終的には売上蒸発も含めて、経済が本当に壊れていくプロセスに入ってしまうわけです。これ1年長引くと相当大変なことになると思います。事業ではもうすでに、3ヶ月ぐらい経つと相当厳しいと言われている経営者の方々もいるわけで、これが6ヶ月続くと相当厳しいということですね。ただその時に、これ抜けてる視点は時間軸だと思うんですね。あと、どれぐらい資源を集中してこの問題を解決しているのかっていう、一種の戦略だと思うんですけども、で、その時に、今、この方に映しているスライドが参考になると思ってまして、で、これは FRB、アメリカの FRB の、エコノミストである、方々がですね、論文で書いているものなんですけども、スペイン風邪の時の、教訓なんです。で、社会的隔離とか、外出の制限とかありますけども、そういったものを、なるべく早く、しかも長期間ある程度やった方が、実はその後の、その雇用の伸びとかですね。雇用の伸びっていうのは、スペイン風邪は1918年でしたけども、そこからあとどう伸びたかって取ると、これは意味がないので、このグラフをちょっと見ていただきたいんですけども、この縦軸がですね、1914年から1919年での雇用の伸びなんですね。で、この横軸がですね、人口10万人あたりの死者数になります。この
スペイン風邪が入っている1918年の時ですね。で、これはあのトレードオフみたいになっているようなこう線が入ってますけども、この上の領域が結構重要なんですね。これはあの都市をプロットしてまして、で彼らが言っているのは、この上にある都市っていうのは死者数が少ないんです。で、しかも、その、雇用の伸びも実は伸びてると。で、これどういう都市かっていうと、きちっとまず、その、感染症の基本っていうのは、検査と隔離っていうふうに言ってますけども、きっちり、その、なるべく早く対策をした方が、実はその後の経済もですね、回復が早くて、で、死者数も少なかったということを言ってる論文なんですね。で、あの、後ろの方にちゃんとした、あの、実証分析がありまして、まあ、関心があったら少し読んでいただければな、というふうに思います。ということで、まあ、あの、一つあるのは、この、まずその、経済政策とか、あの、財政を支えるサポートの議論をするのもそうなんですけども、どういう優先順位で、この対策をしていくのか、ということ。で、場合によってはワクチンもできないかもしれないけど、最低でも1年半とかですね、かかる可能性もあるというふうに言ってる中で、我々ができることは、まずこの問題を本当にそのどれぐらいの期間でですね、解決していくのかというところの、その、まず基本になるその感染症対策をはっきりしてもらわないと、なかなかその経済政策が打てないと。一番怖いのは、あの、中途半端にその対策をして、で、またあの自治区を緩めてですね、また感染が広がって、その第2波、第3波というのが来て、で、またあの自主的な、いろんなその自粛をすると。ということで、順次その経済が痛みつけられていくということよりも、もしやるのであれば、まず最初に徹底的に一回やって、財政的サポートもちゃんとするという中で、この問題を克服してしまって、あとは経済を機動的な回復過程に乗せていくという戦略を、どっちを取るのかということをまあ決めることが重要なんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。実際にそのまさにトレードオフで、感染者 の, その感染された方をどう守るのか、あるいはその感染した方のケアのためにその緊急医療とかが例えば崩壊してしまったら、関連死といいますか、感染に伴う関連死の方も増えていってしまう、あるいはその、そちらの方対策を取ろうとすると、今度は、経済の方が疲弊してしまって、それこ そ, その、まあ、経済的な困窮の自殺であったり、あるいはその会社が、倒産したりとかいう、この経済的なダメージが出てくる。そのバランス、トレードオフのバランスをどう取ったらいいかということを、これは今決めていく必要があるということになりますか。はい、私はそう思ってまして、で、これはもう戦争なので、我々が使える資源をですね、まず決めて、で、これはあの、まあ、日本経済を全体をですね、患者に例えれば、今患者があの相当こう危険な病気にかかっている状態だと思うんですよ。で、一回入院して、手術してですね。で、その後もう一回、その、社会に復帰していくコースを選ぶのか、下手に両立を睨んでですね、仕事もしながら、要するに経済活動もしっかりしながら、しかも、まあ、少しその病気への対応もですね、不十分にすると、社会的な隔離とか、あるいはその、検査と隔離っていう感染症の基本のところをもっと徹底的にしないと。いうようなことをしてしまうと、これ実はあの、最終的には命もなくなって、あるいはその仕事もできなくなると。で、この今、あの選択が迫られていると思うんですけども、私はもうやるのであれば、ある程度一定期間集中的にですね、この問題を処理するために資源を投入して、で、その時に必要なのは、当然ワクチンもあの世界各国今いろいろ開発していると思うんですけども、まあ、これも望みが必要なので、ここにも当然大規模な投資をしていくと。他方で、今、あの、論争になっているものがいくつかあると思うんですけども、で、一つはその、免疫が本当にどうなるのかって話です。再感染も含めてですね。で、ここについても、その、抗体の検査をたくさんしてですね、本当にその、感染が回復した後に免疫ができている期間が短いのか、もしくは一回免疫ができればかからないのかと。で、もし、あの、一回感染した後に免疫ができていれば、その人たちは経済活動ができるわけです。それから、あともう少し言えば、PCR 検査をもっとたくさんやった方がいいと思うんですけども、その時に、まあ他の国でもいろいろ出てますが、その無症状の人はあれですけども、PCR 検査をすればある程度わかる人もいるわけですよね。で、そうすると、
まず最初全員はある程度こう社会的になかなかこう活動がうまくいかないわけですけども、まあ、何らかの証明書みたいなのを与えて PCR 検査がまあ3回連続陰性とかあるいはあの2回連続陰性とか感濃度の問題があるので 100% ないと思うの でそういう人については、順次その社会的活動を自由に、していくと。で特にその物流とか食料とかが非常に重要なので、こういったところについてもまあ、1日にどれぐらいできるかっていうのはありますけど、まあ、私の計算では1年間でもし日本の人口全員にですね、PCR 検査をやろうとすると、1日35万件やんないと難しいんですよ。だけど、6ヶ月やれば、まあ、50% は自由に活動できるわけですよ。で、逆に今度は1日10万件ずつやっていくと、半年ぐらい経つと 20% ぐらい活動できるようになるので、全人口ですね。まあ、その辺はきちっと政府で数字を詰めてやってもらう必要があると思うんですが、その自由に移動できる、活動できる人たちを、感染してないっていうことでですね、そういう人たちを本当にどう増やしていくのかっていうことも考えていくっていうこと、そういうものを全部一緒にしてですね、対策を組んでいくっていうことが必要なんじゃないかなと思います。で、当然その時に、その財政的サポート、それから経済的サポートも政府、まあ、がですね、ある程度期限を区切ってであれば、1年間ぐらいではある程度相当なものができるはずなんで、その期間はもう全面的にサポートするということをやっていくと。ただその条件が、そのきっちりとした対策が裏側にあると。で、戦略もですね、状況が変わったら、要するに抗体ができる、できないとか、あとワクチンが開発できる、できないとか、いろんなのが瞬時に変わっていくことによって連続的に変えていけるというような、臨機応変な体制をどう作っていくかということが重要なんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。そのトレードオフの話でいけば、まず、手当が先だと、命を救うことが大事だということで医療的な対策をもうきっちりやってと、これはもう戦争なんだから、ここでまず、一回収めてその後、無事回復をするという形の方が望ましいというお話だったと思うんですが、この、対策をしている、まさに封じ込みをしている医療的な対策の間、その痛む経済部分に関して、もう一点だけすみません、具体的にどのようなサポートが考えられるものでしょうか。まあ、これは私はもう今の状況下では、まあ、今政府はですね、社会保険料とか、その納税の猶予っていうのはしてますけども、これはもう当然やるべきだと思います。で、一番その社会的隔離をしているときに一番重要なのは、まあ、まずその収入が途絶え始めている家計も存在するので、まあ、そこに大胆なその現金給付っていうのをしていくっていうことがやっぱり重要だと思うんですね。で、私も財務省出身なので、まあ、従来の状況であれば、ある程度その選別的な形で条件付きですね、現金給付をしていくと。要するに真に困っている方々だけに、いろんなそのタイムリーな所得情報とかを入手しながらですね、選別的に給付していくっていうこともやるべきだと思うんですけども、ただ今現在はあまりにもこのその影響が複雑で、瞬時に政府はその情報を入手することができないので、一つあるとすればまず一律にですね、例えば国民一人当たり10万円、現金給付をしまって、で、そのやり方は、コラムの方に書いてありますけども、まあ、ネットを使ってですね、で、我々は通知カードを持っているので、国民一人一人は全て自分のマイナンバーは知っているわけです。マイナンバーカードを持っている人は少ないですけど、マイナンバーは持っているわけです。で、その通知カードには、誕生日と氏名も書いてあるので、例えば政府が専用のサイトを作って、で、マイナンバーを打ち込んで、で、あとは、誕生日をその暗証番号にして中に入ると。で、このサイトは、まあ、そこはその SE の人たちの協力が必要だと思うんですけども、今、マイナポータルの裏側には分散的に持っているマイナンバー等の情報があるわけで、そこと認証する形で、この人は、そのマイナンバーと打ち込んだ生年月日が合っているということで、じゃあ大丈夫だってことで、次にその銀行の振込口座みたいなサイトが出てくると。で、そこに自分の銀行のその名前と口座名を入れれば、あとは自動的に口座にお金が振り込まれるようなですね、仕組みとか、そういうものをすごく早く作っていくっていうことをすべきだと思うんですね。
そうしないと生活が成り立たなくなってきている方々も増えてきているので、まずそれはやるべきだと思います。で、あとはその資金繰りの対策ですね。こういうのも当然必要だと思います。まあ、今のその対策はですね、まあ感染症の人たちの専門家が中心になった対策が、それが政府の政策として出てきていると思うんですけども、重要なのは、その対策もやりながら、その経済的なその自由な活動をどういうふうに取り戻していくかということになると思います。で、そのためにやっぱりその対策のチームメンバーの中に、その経済的な専門家の人たちも入ってですね、議論していくということが必要なので、当然その社会的隔離や自粛というのは重要なわけですけども、その感染してない人をどう特定して、その人たちが経済的に自由に活動していけるのかというような仕組みについても検討していくということが今早急に求められていると思います。まあ、繰り返しになりますけども、今我々が直面している問題はウイルスとのまず戦争だっていうことですね。したがって一つの戦略に固執するというのは非常に危険です。例えばそのワクチンができるかできないかっていう不確実性の問題もありますし、それからその抗体が長続きするのかしないのかという問題もありますし、でそういった中で、当然その経済も回していかなければいけないわけですから、その柔軟な発想でですね、その経済をどう回していくかとも含めて、臨機応変に対応していくということが今我々に求められているのかなというふうに思います。クラスター対策は重要なんですけども、まあ、今そのフェーズは大きく変わってきているという中で、柔軟な発想でですね、戦略を変えていくと、いうことが必要だというふうに思います。ありがとうございました。